90歳ぐらいだったんで、まあ、年齢もあってなかなか教える体力もないから最初断られたんですけど、うん、でなんかお手伝いさせてくださいって言って通うようになって、だんだんじゃあやってみるかって言って声かけていただいた感じですね。師匠とはどんな感じで教わるんですか？あと、もう実際の作業の時に行って手伝う形で、最初は少しずつできそうな工程を教えてもらって、徐々に全部。完成です。